誰を監視する？おはぴよ、どうも、ひなぴよです。それでは本日も、ママに会いたい、続きやっていきましょう。前回はね、エンディング2を見て、とてもとても泣きました。号泣しました。もうね、何回もカットしてるから動画では伝わらないかもしれないけど、めちゃめちゃ泣きすぎて咳込みました。そんくらいにはもう泣いたんですけど、で、ここの選択肢で、この1番目のお兄ちゃん、2番目のお姉ちゃんの背景がわかると思うんですよ。その前回は3番目のお姉ちゃんを選択して、まあね、その3番目が生まれることになったというか、そのできるきっかけになった出来事がわかったじゃないですか。だからとりあえずね、1番目のお兄ちゃんを監視して、1番目のお兄ちゃんの背景を見ていこうかなと思いますよ。はい。あー、来ましたね。動けるね。これって、ここやると、あ、はー、かわいいでっちね。6歳。あ、6年前なんだ。男で6歳。1番目。ふざけるのが好き。実はこう見えていろいろ考えてる。知ってるの。本当に知ってるの。本当、もう本当、あー、かわいい。エンディング1の復習じゃねえわ。間違った。なんだっけ?資格っていうエンディングで、お兄ちゃんが見せてくれなかったじゃないですか。ドスケベなものが入ってるから見せられねえぜ、つって。で、それって、なんか、2番目の考えに少なからず同調している節があって、だから、結果的に4番目に好き勝手させてたら、4番目が5番目のお兄ちゃんの体を乗っ取っちゃって、で、6番目を見捨てて出てっちゃったみたいな、そういう話だったのかなって私は勝手に思っていました。じゃあこっち行こうか。間違いで生まれた1番目。必要のないのに出てくるなんて、なんて親不孝なのかしら。そう、監視さ、3番目の子は多分監視で殺されたんだと思うんだけど、1番目と2番目って、なんか、ママに会ってるって言ったじゃん。一回ママに会って出てきた瞬間にハサミでなんか切られまくって死んだよーって言ってたじゃん。だから、一番目と二番目は産んだ後に母親の手によって殺されたってことだよね。いや、それさ、全然気づかなかったのやってて。で、編集してて気づいた。うわ、なんてやつだと。はい、じゃあ行きましょう。どうせ未熟児なんだから生まれたってすぐ死ぬくせに。お前なんか生まれてもすぐ捨ててやる。この野郎！今絶対私の声でびっくりした人いたでしょ。え、あれどっち行けばいいんだっけ？こっちか。こっちでいいんだっけ？案の定それは生まれても泣くことはなかった。用意した、で、何度も殴りつぶした。え？マジ？ちょ、うわー気持ち悪いなー。くそ、嫌なもん見えちまうな。笑えねえ。あ、待って、ちょっと録音できてるか不安になってきた。一回ちょっと見ていい？あ、録音できてた。録音できてました。はい、ちょっと進みます。あ、ちょっともう、胸が痛い。お、鉄パイプあんじゃん。鉄パイプで何回も殴り殺されたってこと？はぁ、最低や。よっしゃ、持ってこ。鉄パイプって何に使うんだ一体。ねえ、なんで彼を助けるの？どうして体を奪おうとしないの？君たちがせっかく、ママに復讐できるチャンスなのに。変なの。あは、4番目久々だな。相変わらず暗い顔しやがって。どうしてそんなに笑っていられるの？このままだと僕らの魂ですら消えちゃうんだよ。確かにこのまま魂が残っていれば、体を持った受精卵の体を乗っ取ることはできるかもな。あ、できるがなって書いてあったな。ごめん。俺はもうここに長く居すぎて、考えることがどうでもよくなっちまった。
へえ、君の復讐心はその程度だったんだ。復讐心ね、ないと言ったら嘘だが、今俺はママを信じるんじゃなくて、あいつらを。弟たちのまっすぐな思いを信じたいんだ。あいつらなら、何かを変えられる気がする。ないね。気がするなんて曖昧な感情。後悔するよ。後悔なんて何万回もしてるさ。今更だぜ。あっそ。うん。4番目も1番目も2番目も、ママに復讐したいっていう気持ちは少なからず持っているということか。でももともとは純粋にこう幸せになるために、ママを幸せにするために生まれるっていう気持ちがあったからこその、この復讐心の芽生えみたいな感じよね、多分ね。じゃあ戻るか。あ、うわ、来た。おいおい、このタイミングで来るか？ま、俺ら死人には関係ねえか。あっちには2番目も3番目もいるし大丈夫だろ。うっ。現れた。ゆっくり近づいてくるね。なんかあいつ、いつもの監視じゃねえ。4番目？そうだね。1個しか目がないもんね。この4番目。この4番目じゃない。この監視。え？そうだよね。だって、今までの監視って、こう、似た似た笑いで、ひひひ、お前らを、引きずり殺してやるぜみたいな感じの顔してるけど、こいつ、目しかないもんね。ああ。彼とは知り合いを通じて出会った。囲まれた。はあ、あー、3番目もこんな感じだった。彼は私にはないいろんなものを持っていた。だから好きになることに時間はかからなかった。一番目にはらんだ子は彼の兄との無理やりでできた。かなり焦った。どうしたらいいかわからなかった。だけど思っていたより腹は大きくならなかった。だから放っておくことにした。ある日、何の予兆もなくそれは生まれた。割とすんなりと出てきたそれを、鉄パイプで殴りつけた。何度も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 、ぐちゃぐちゃになっても何度も。ぐちゃぐちゃになったあれは、少し放置しただけで、すぐにうじが湧いた。バイバイ。二度と私のところに来ないでね。あれだけでかいこと言ったのに、結局何もできずじまいじゃねえかよ。だっさ。お兄ちゃん。俺はちゃんとお兄ちゃんに慣れてたのかな。鉄パイプだけ残された。出口にあったのは鉄パイプだけよ。どこに行ったのかしら、あいつ。きっとどこかに隠れてるんだよ。だってお兄ちゃんは、かくれんぼが得意だもん。隠れてるんだよ。ええ、そうね。あのアホだもの。そのうちひょっこり出てきて、いつも通りに笑ってバカにしてくるんだわ。ほんとキモいやつなんだから。あの、私探してきます。必要ないわ。放っておいておきなさい。そんなことより、二人を優先させなきゃよ。二人とも、用意できたら言ってちょうだいね。お兄ちゃんは多分黙ったままだろうな。
え、おね兄ちゃんどこ行った？あ、いるね。ああ、弟さん、調子はどうですか？ちょっとドキドキしてる。ですよね。でもご安心ください。私たちがしっかりサポートします。うん、ありがとう。あと、実は、その、私気づいてしまったのです。そちらの箱の奥に道を見つけました。入ろうとしたのですが、わずかに入れなかったのです。ちょうど腕が入らないくらいでしたので、弟さんなら入れるかもしれません。道？見てみようかな。あ、こっちのことを言ってる？あれ、よくよく見ると箱の奥に道がある。ちょうど入れるみたい。入ってみよう。あ、なんだここ。初めて来た。何これ。紙？なんだろう。すごい量の紙だ。漢字がいっぱい書いてあるけど、あ、この文字だけ丸で囲んである、翔太？これ、名前？あ、翔太。うわ、翔太。びっくりするほど下手くそな字で書いてある。え、じゃあこの子は翔太くんってこと？翔太くんになる予定ってこと？なるほど。へえ。ありがとうね、お姉兄ちゃん。よし。え、これでなんか変わるかな？もしかして3番目の時もいけた？あ、でも3番目の時は3番目がいないから無理なのかな？あら、用意はできたのかしら？うん、行こうか。わかったわ。道案内するからついてきて。どう変わるんでしょうか。おーい。あー、揺れてるね。何か揺れてる？あ、また揺れたよ。監視が頻繁に出てきたから、空間が壊れかけているのよ。こうなったら時間が惜しいわ。みんな、行くわよ。お。揺れて歩きづらいわね。あなたたちは転ばないように気をつけなさい。うん、気をつける。よし、傘は俺に任せとけよ。傘いつの間に、あ、そっか。3番目が生き残ってるから生きて帰ってきたってことか。オッケー。行こう。私についてきて。これね、油断してるとやられるからね。お金は貯まった。だけど私の中は何もかも空っぽだった。ほい。ほい。よし。五人目をはらんだ時にはもうどうでもよかった。もう死にたい。それしか考えることができなかった。あ、あれ。これ話しかけられない？話しかけられないね。あ、こんな時に、いい BGM。皆さん、私はここで時間を稼ぎます。なので先に行っててください。そんなのダメだよ。ダメ。弟さん、大丈夫ですよ。私たちはもう死んでいるのですよ。これ以上失うものはありません。あるとすれば、あなた方の命です。だけど、でも、どちらにせよ、あなたはすべてを忘れます。ママのもとへ、行ってください。やだ、やだよ。おい、いつまで止まってるんだ。ママに会いに行くんだろ。早く行くぞ。タネ君と3番目のお姉ちゃんの意思で、私たちを助けてくれたのか。だけどあの人は、そんな私を支えてくれた。うん。お姉ちゃん、お姉兄ちゃんが。ええ、わかってるわ。彼女が無駄死ににならないように、あなたたちは先に進みなさい。ほら、急いで。うん。
誰を監視する？はい、突然のカット申し訳ございませんでした。ですね、あの後、まあ、流れが同じだなぁと思ったので、ちょっとだけ調べました。そしたらですね、1番目のお兄ちゃん、2番目のお姉ちゃんは、どちらもトゥルーエンドに行けるそうなんですよ。どちらもトゥルーエンドに行けるので、トゥルーエンドを見ずに、ちょっとお兄ちゃんの時の変化した部分だけを見て、今戻ってきました。速攻閉じました。なので、2番目のお姉ちゃんの背景を見た後に、トゥルーエンドを見て終わろうかなと思っております。それでは2番目のお姉ちゃんを監視しましょうかね。さあ、監視しましょう。そして最初にこの子の4歳。はあ、なるほど。じゃあ6歳でお兄ちゃん。ん？ 1 番目のお兄ちゃんが6歳。2番目のお姉ちゃんが4歳。で、3番目はどうだったんだろうね。何歳なんだろう。ちょっと、あれだな。見ときゃよかった。後でちょっとチェックしときますね。2番目。ママが嫌い。ふざけるのも嫌い。3番目を溺愛していた。なるほどね。で、3番目の画像、もしかしたらこの辺にペッて貼っとくかもしれません。無理やりで生まれた2番目。1番目と同じように捨ててやる。あ。1番目がさ、彼のお兄ちゃんとできた子って言ってたよね。2番目は？最初の子と違って、これは生まれた瞬間私を見た。生きていた。動いていた。キモい、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 キモい。生命の神秘に向かってなんてこと。私を見つめたそれを、すぐに水に沈めた。それはすぐに溺れ死んだ。ポケットの中の、で、刺して切って、それは赤くなった。ハサミか？あれ違うか？うわー、キモいね。やっぱりハサミだね。キモいのが見えちゃったわ。お母さんにめちゃめちゃキモいって言われたから、キモいことをすごく嫌っているんだ。だからキモいが口癖なのか。最悪。はぁ、なに、もう。あら、これは紙とシャーペン。持っていこうかしら。念のため、ね。紙とシャーペンこんなびちょびちょのところにあったらさ、もう使い物にならないと思うんだよね、紙。主に紙。ねえ。いつまでいい人ぶってんの？さっさとあいつらの体奪おうよ。4番目。ごめんなさい。まだ、待っててほしいの。待つ？もう十分待ったでしょ。あいつらの体を僕に渡してくれれば、すぐにでもママを殺しに行ける。あんたが一番願ってたことじゃない。6番目は、生きる力が強すぎるのよ。体をちぎっても何も効果はなかった。ほんの少しでも、気を揺るがせばその時に奪えるわ。5番目の体で十分でしょ。ねえ、早く用意して。5番目の体は、ダメよ。あなたには使えない。だってあの子の体は。まあいいや。あんた約束するって言ったんだからね。嘘ついたら全員バラバラにしてやるから。わかってる。そうだよね。もともと結託してたんだもんね。記憶3にセーブして。あ、来てしまった。のんびりしてる場合じゃないわね。一旦戻って。あ、でもやっぱこれ4番目だよね。4番目。どうして？彼とは知り合いを通じて出会った。
ここまでは一緒なんだな。彼は私にはないいろんなものを持っていた。だから好きになることに時間はかからなかった。二番目にはらんだ子も、同じように不注意でできた。だけど、一番目みたいに隠れて殺せばいいと思った。これを機に、親族との縁を切ろうと思った。紙とシャーペンで殴り書きした家族への手紙。学生だった私には、これが精一杯のメッセージだった。トイレに駆け込んで、それを産み落とした。なんで親族と縁切ったんだろうな。それはこっちを見ていた。水に浸した後、ハサミで切り刻んでやった。赤く染まった水ごとトイレを流した。バイバイ。二度と私のところに来ないでね。これも当然の結果かしら。ほんと、こんな自分がキモいわね。私はちゃんとお姉ちゃんに慣れてたのかしら。紙とシャーペンが落ちている。出口にあったのは、道の書いてある紙切れだけだ。どこに行ったんだ、あのバカは。きっとどこかに逃げてるんだよ。お姉ちゃんが何もしないでいなくなるなんて、そんなことあるわけないんだよ。そうだな、あいつのことだ。そのうちひょっこり出てきて、いつも通りに悪態つきながら出てくるだろ。そうだ、俺らが信じなくてどうすんだよ。あの、私探してきます。必要ねえよ、放っておけ。そんなことより二人を優先させねえとな。二人とも、用意ができたら言ってくれ。うわ、お姉ちゃんの役割をここでお兄ちゃんがするの、ちょっともう辛い。くぅー。これで、またお姉兄ちゃんに話しかけようか。調子はどうですか？もう、ドキドキどころじゃない。なんかもう、むかむか。何？苦しい。弟さんなら入れる？オッケー。で、これがやっぱりトゥルーエンド解禁というか解放条件みたいなので、これを見て、ではトゥルーエンドに行きましょうか。翔太？これ、名前？翔太という名前をゲットしました。セーブするか！セーブしよう！お兄ちゃん、一番目、準備できたよ！うん。よし。じゃあ、この紙に書いてある道を。来ましたね。何か揺れてる？あ、また揺れたよ。監視がさっきから出入りしてるからな。空間がぶっ壊れる前に、さっさと行くぞ。全員行くぞ！揺れて歩きづらいな。お前たちは転ばないように気ぃつけろよ。うん、気をつける。よし、傘は俺に任せとけよ。うん、お兄ちゃんよろしくね。やべ、行くぞ。お金は貯まった。だけど私の中は何もかも空っぽだった。ああ、嘘でしょ、死んだんだけど。すいません。よし。文字は同じだ。文字は同じだから逃げることに集中。逃げることに集中。逃げることに集中。オッケー。
よし、ここは同じだ。よし、OK。それしか考えることができなかった。あー、もう、ね、兄ちゃんラブなんですが。そんなのダメだよ。ダメ。弟さん、大丈夫ですよ。私たちはもう死んでいるのですよ。これ以上失うものはありません。あるとすれば、あなた方の命です。だけど、でも、どちらにせよ、あなたはすべてを忘れます。生まれたらすべて忘れちゃうのか。ママの元へ行ってください。やだ、やだよ。おい、いつまで止まってるんだ。ママに会いに行くんだろ。早く行くぞ。ここがね、辛いんでごわすよ。うん。もう私なんかママの声聞きたくなくなってきたからね。もう、ふざけんなと言いたいよ、私は。お兄ちゃん。おね兄ちゃんが。ああ、わかってる。あいつが無駄死にならないように。お前らは先に進め。ほら、急げよ。うん。お兄ちゃん。お兄ちゃんどうするんだろう。お兄ちゃん4番目のことどうするつもりなんだ。ねえ、あんたらはさ、ママに会ったらどうしたいの？君は誰なの？もしかして4番目の。ねえ、その体僕にちょうだい。嫌な予感がするな。おお、かっこいい。待て、こいつらには手を出すな。お兄ちゃん。なあ、4番目。全部、俺らが悪いんだ。責任なら俺が全部持つ。だから、こいつらには手を出すな。随分勝手だね。どう責任取るの？監視と融合したのをいいことに、散々利用したじゃないか。お兄ちゃんもやっぱり知ってたんだ。結託してたんだ。協力したら僕にそいつらの体をくれるって。姉として約束は守るって。あんたの妹は僕に言ったくせに。言う通りにしたら今度はやめてだって。もう信じられないね。あんたらは約束を破ったんだ。嘘つき！何がお姉ちゃんだよ。何がお兄ちゃんだよ。あんたらもママも、僕にしたように、バラバラにちぎって殺してやる。やっぱり4番目はバラバラにちぎられて殺されたのか。もう読まないよ。ママのセリフなんて読んであげないんだから。なんで君まで僕を裏切るのさ。僕は、もう何を信じたらいいの。4番目。おあお前にしたこと、すべて許せなんて言わない。俺らがお前をここまで追い詰めてしまったのなら、俺がすべての責任を負ってやる。だから。今度は一緒に、優しいママに会いに行こうぜ。お兄ちゃん！お兄ちゃん！あ、そんな、真っ暗で見えない。四番目は、奇形で生まれました。私は彼を殺すための監視でした。目玉さんは、四番目のお兄ちゃんのこと、好きだったからくっついたの。そうですね。でも、彼が私に優しかったのは、こういう理由だったのかもしれませんね。目玉さん。この先を進めば出口があります。ここは私がどうにかします。早く先へ。読んであげないんだからね、ママのセリフなんて。今のが一人が最後になると言われてしまった。読んじゃった。お兄ちゃん、どうしたの？もうすぐ出口だよ。悪い。
もうダメみたいだ。何を言ってるの？ほら、僕の肩に捕まって。お兄ちゃん。あの足、少し腐りかけてたみたいだ。結構動いたせいで、溶けちまった。大丈夫だよ。僕なんてまだ腕がないんだから。ほら、僕に捕まって一緒に。俺さ、お前に嘘ついてたんだ。嘘？俺、心臓がないんだ。元からなかったんだ。今はこうして動けても、ママの元へ行ったらすぐ死んじまう。俺がここまで一緒に来たのは、お前を守るためだ。だから、今ここで俺の腕を持っていけ。なんで、一緒に行こうって、一緒に、僕たち、双子なんだよ。だから絶対一緒に行くんだって。そんなのいらないよ。腕なんてなくてもお兄ちゃんがいれば。無理なんだよ。どんなにお前と一緒に行っても。死ぬだけなんだ。死んだら、何も残らないんだぞ。お兄ちゃん。なあ、頼む。俺の代わりとして、俺の腕を持って行って、その腕で、ママを幸せにしてくれ。あはは、なんて顔しやがる。俺と似てるかっこいい顔が台無しだぞ。さあ、弟よ。受け取ってくれ。またな。全部揃った。お兄ちゃんの腕、最初からあったみたいにすんなり動く。行ってきます。双子と診断されたこの子たちは、どちらも衰弱していた。生まれ出ても長くは生きられない。片方は必ず死ぬなんて。それでも、今は一人じゃないから。幸せにしてあげられる。今までごめんなさい。ここまでは一緒だな。あれか？アフターエピソードみたいなのがあるのか？あー、ダメだ。これ。すごく心臓がね、もう、削られる。心臓は削られないわ。精神が削られる。なんだろうな。もともとはさ、だって純粋に、こう、このお母さんの元で生まれることが楽しみで仕方ない子たちがさ、生まれていっただけなのに、ママに会いたいという一心で生まれてきただけなのにさ、あ、何？は？え？何これ？これ以外選べない。は？やってみる？は？え？は？どうして？は？包丁？え？やっと会えたのに。翔太。は？え？ちょ、待て。ゲームが落ちたぞ、そのまま。え？
そのままゲームが落ちた。ちょっと待って、もう一回開いてみるから。もう一回開いてみるけど。あ、もう一回開いたら戻るか。はぁー、はぁー、え、ん ?6 番目として生まれた翔太くんが成長していたね、今ね。学生服着てたもんね。で、包丁を持っていて、どうして翔太、やっと会えたのに、と。手を伸ばす爪の長い、おそらくあれは女の手。つまりは母親であろう。殺したんか?ま、え?ママを幸せにするとは?5番目のお兄ちゃんの意思とは?え、あ、あれ、ママに会いたいって、何?ママに殺しに行くために会いたいって言ってたってこと?いや、うん、え?わからん。え、3番目の脳みそをもらったことで、3番目がもしかしたらお母さんのことを心底恨んでいて、殺した?とか、そういうことですか?それとも、お兄ちゃん、まあ、お兄ちゃんっていうか、4番目に、乗っ取られていたのかな?気づかぬうちに。え?ああ、いろいろなんか、謎が残る、考察しがいがありそうですね。なんか、みんな多分、いろんな考察持ってそうだな、このゲーム。4番目の子が、奇形なのって、多分、血が濃いとか言ってたけど、親族同士、その、あれだよね、例の、まあ、いわゆる近親うんちゃらってやつなのかなって勝手に思ってたんですけども、話す順番がまとまらない。いやー、終わってしまった。全部見ちゃったんだけど。え、じゃあ、そういうことです。はい。こんなパッとしない終わり方ある？そうか。ご視聴ありがとうございました。ママに会いたいでした。へー、面白いゲーム。じゃあね。